せーの、本日のよろっこ。ベアーズ最高プレーボールよろっこ。でもすごいよな、でも、いや、見ててさ、あ、すごいですよ、すごい人生よね、楽しかったです。いやこれ本当誰かね、アニメ描く人がぜひ漫画本にしたら絶対売れますよ。あのメジャーなの、ね、漫画のメジャーな、漫画のメジャーな、あれでも、あれでもあの僕があれらしいです。えっ、ぽいですよね、はい、あ、そっか、絶対そうかなって、ちょっと最初のきっかけは僕らしい、そうと思いますね。なんかこう、あれ全部読みましたけど、かぶったなみたいな、うん、すごい、あれは吉井子さんも大好きですよ、好き好き、うんうん、こう大人になってから見るようになった。野茂さんフィーバーだったじゃないですか、はい、あの時はどうだったですか。まあ日本人も沸きましたけど、あの時は本当に日本人の野茂さんが95年まで突入したストライキで野球がどうなっていくんだろうっていうところをメジャー全体を回復してくれたうちの一人です。すっごい貢献はされました。知って、あのトルネード投法はですね、メジャーにもいないじゃないですか。いないけど、肩が柔らかい。俺が打席立ってるから、俺、打ってる時に。そうそう、サンドシーチやん、ショート内野。まっすぐだと思うけどね、フォークは見てるけど、フォーク両方に落ちるからね。で、肩がすっごい柔らかいやん。こうやってブーってやって、グッと見たら、肩まだここにあるもんね。えっ、うん、と一応、対戦してるのよ。すごかったですよね。でも、すごいよな、でもな。すごい。話聞いてびっくりした。単独で渡って、うん、下から渡って、渡ったり、生かされて、生かされてるし、生かされて、で、ニックネームあれですよね、親父の中で僕のニックネームはジョン・マンチです。あー、ほんとそうですね、完全に。でもその親父がいたから今があるっていうけど、ひどいの。すごいよな、ドミニカに行くか、アメリカに行くか、話聞いたらさ、雑用係で、その前に野球はやった方がいいよって団子もらえたよ。それちょっとおかしいな、言ってることはな、やらしてることは野球じゃなくて、で300ドル500ドル上がって、で契約金もらったら請求書来て、契約金から20%エージェント料と、まあ、それでもまあまあじゃないですか。まあまあよ。でなんか別にこう請求書そこまで取ると思いながら、すごい。で、メジャー引退されて、今度日本に帰ってくる決意されたじゃないですか、はい、日本の時にはドラフトじゃないですか、あれ、どんな気持ちだ。メジャーを引退してたわけじゃなくて、はい、僕、まあ、簡単に説明させてもらうと、はい、マリナーズの1年目のキャンプの初日で僕、肩壊したんですよ。それはまあ黙って投げ切ったんですけど、はい、なぜ肩壊したかっていうと、こんなに体大きくなかったんです、うん、もっとこう脂肪がなくて、筋肉質ね、それでも150キロ投げたんですけど、うん、マリナーズのトレーニングのプログラムをもらって、うん、で、コスタメサっていうカリフォルニア の街があるんですけど、うん、そこでこういう選手たちと一緒に練習しなさい、週6で。でパーソナルトレーナーをマリナーズから派遣してつけてあげるからって言われて、その2ヶ月半ぐらい生まれて初めて思いっきりウェイトトレーニングしたんですよ。そしたらまあすっごい大きくなって、足もこんなに太くなったんですけど、さあじゃあもう12月も過ぎるしボール投げましょうかって投げようとした時に、あれボールってどうやって投げるんだってなったんですよ。でも全然ボールの重さが感じれなくなっちゃって、うん、でそういうのまあ投げるじゃないですか、うん、なんかこう本編なんかこうロボットみたいに投げるんで、うん、でそんな感じで、まあ、また投げれるようになるのかなと思って、うん、藤井寺でも練習したんですけど、うん、でマリナーズのキャンプ行きました、うん、誰も行ってないんで、うん、ダンさんも僕にアドバイス渡せないんですよね。僕戦が始まるまで2週間ぐらいあるんで、うん、まあ、その2週間で調整すればって言われたんですよ。わかりましたって言って行ったら、去年のローテーション入ってたマリナーズのランディ・ジョンソンとクリス・ボジュっていうピッチャーと、もうあの今年もうローテーション回るであろう人たちの中に入れられて、日本から来たメディア100人の人の前でこんなん投げれないじゃないですか。はい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 。そしたらもうルーピネラっていう監督が、ルーももうちょっと早田も投げれないのかって言われたんで、わかりましたって、無理して投げたんですよ、うん、で昼過ぎに練習が終わって、ちょっとお昼寝して晩ご飯食べる前にちょっと起きたら肩がここまでしかないんですよ。生まれて初めて、うん、ですぐダンサーに電話して、うん、肩上がんないんですけど、ちょっとじゃあ球団
がトレーナーに電話しまして、うん、みんなにバレないように5時に来なさい。で、5時から1時間をトリートメントして、うん、でも誰にも言わないようにして、そこからもう朝早く来たような素振りをして、うん、キャンプの練習に入ろうっていう話になって、うん、それで1ヶ月は乗り切ったんですけど、うん、もうどこか分かんなくなったのが19歳でした。はあ、はい、でもそれってさ、日本人が向こう行ってさ、タンパク質あれでミスするよね。します。だから大体内野手も外野手もさ、でかくなって帰ってきた瞬間、うん、えバッと触れてないやろと、うん、だから東洋人の一番しなやかさがなくなってしまうやろうね。そうなんですよ、うん、だから向こうの考え方違うよね、はい、だからメジャーなんだけど、俺あのバレンタインとやったやんか、うん、休めさせたがるよね、はい、いや筋力が疲れてるから癒しても、いやいや俺たちって、いや別に大丈夫よって言うとこあるんだけど、筋力が落ちてくるから休ませなさいっていう感じ方だよね、うん、それだから筋力でこう補ってるっていう考え方してるよ。でも俺たちって、いやどっかしなやかさでこう野球をしてるとこあるやん。でそれだけ大きくなったらダメになるよね。あ、6歩半の歩幅があったんですけど、うん、投げに行くときに5本になってたんですよ、うん、筋肉ついてついて腕上がってこなくて、僕から無理やりガッて投げるんですから、それは痛めるじゃないですか。痛めるね。でもうそれからですよ、野球やめるまで一球も、そのスカウトがいっぱい見てくれてマリナーズと契約したあの都市の球は1球も出なかったです。終わりましたもんそれで。でもまあ野球は続けないといけないじゃないですか。たまにこう探ってると、ここやったらちょっと投げるなっていうのがハマると完封したり、8回とか9回とか投げれるんですけど、で中4日でまたマウンド立つと、もうハマるとこがないと分かんないってなるんですよ。でもさ、そのトレーニング方法全部何か出してくるわけやん、そのちゃんとこういうトレーニングしなさいって。そうやって見たらさ、間違ったこともたくさんあるってことだよね。いやもうほとんど間違ってると。なぜかというと、野球やってない人がトレーニングメニューを作る時代だったんですよ、その時は。例えばあの砲丸丸丸丸選手が当時はマリナーズのヘッドのトレーナーでした。砲丸丸丸投げ用の筋肉じゃないの。違うじゃないですか。いろいろあるですね。あるね。いや、知らないことが多すぎやん。レッテルも貼られるんです。僕の中ではもうすでに痛めて3年ぐらい経つと、いや、そのトレーニングは多分僕には合ってないやと思うんでって思ってちょっと抜くじゃないですか。うん、そしてやっぱりしっかり書かれるんですよ、レポートで。球団に、まず鈴木はちゃんとトレーニングしないと。報告書。やっぱアメリカって違うんですね、仕組みがね。違うね。発ばっかしやん。日本に戻られる時の心境は。そうですね。で、はい、なのでドラフトにかけてもらえるんだと思って、はい、僕の中ではあれ2003年に帰ってきたんですけど、はい、もし2003年またアメリカでメジャーキャンプは行けてると思うんですけど、うん、行ったとしても大体25人をもう12月中にはもう決めてるんです。その次の年の25人、11人ピッチャーの14人野手っていうのをほぼほぼ決めてて、なのにキャンプに60人来るんです。そうなんです。たまに怪我とか、たまに調整が遅れる選手が出てくるんで、そこにピッチャー30人が1箇所を取り合い、そうなんです。でもその僕はそこには競争勝てないなと思った時にオファーいただいた、うん、それもたまたまですけど、まあ、最初はヤクルトさんですよね。で、まあ、ヤクルトさんは僕はユマキャンプにお世話になったりとか、昔からちょっとお付き合いさせてもらってたんで、その報道が出た瞬間に中尾さんやっちゃう、うんうん、はいはい、滝川の先輩なんで、あ、そうなんだ、はい、すぐ連絡いただきまして、もうほんまに帰ってくるのか、帰ることを考えてます、うん、ちょっとじゃあオリックスでも、うん、っていうことを考えてみてくれって言っていただいたんで、分かりました、うん、まあ、今までその複数年をしたことがなかったんですが、はいはい、毎年毎年勝負で、うんうんうん、ね、はい、そん な, なんか1年間を反抗せばいらしてもらえるようになかったから、はいはいはい、そういう環境でもいいかなって、うん、すごく悩んだんですけど、うん、でドラフトかけてもらう、はい、っていう話です。ドラフトかけなきゃいけないよ。ですよね。あの時も一つ、あの、いいですか。いいよ。新人王を取られたらどうしますかって話を受けたんですよ。覚えて、新人王それ自体は。
明日もまた見てください、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。